昭和13年巨人に入団、不動の4番バッターとして戦前戦後の巨人の黄金時代を築き上げた。自慢の赤バットで首位打者5回、本塁打を2回、打点を3回、 MVP3 回獲得。まさに打撃の神様、まさに称賛されべき川上選手の偉業でありました。昭和36年巨人軍監督に就任、昭和40年からの日本シリーズ9連覇という空前の偉業を達成、巨人軍第3期黄金時代を確立した偉大な監督である。僕らが聞いてるのはですよ、これショートで取った広岡が、ごめんなさいね、継承で、広岡が川上に掘ったら、川上はここやったら取れるのに無理して取らないんです。いや、取ってもらえるのはこの範囲なんですよ。この範囲、そう、ほんまなんですか。ほんまですよ。あのね、やっぱりあの当時の巨人の教育っていうのは、練習の時に俺にとって欲しければこの範囲に掘れっちって、それが教育なんですよ。いや、教育でもだから、あの練習では取らなくてもゲームで取って欲しかったわけですよ、私は。エラーは川上につくんですか、広岡につくんですか。いや、私に全部つきます。で、取らない理由というのはあったんですか。その前にちょっと12歳年上の人やねんから、やっぱ可愛がられたらいいじゃないですか。またあのそれがね、はい、僕はまあ1年生で入って、はい、そういうところがちょっと無知なもんですから。というのは川上さんと僕は6人兄弟の末っ子なんですよ。はいはいはい。それで一番上の兄貴と川上さんが同い年なんです。はあはあ。でこの一番上の兄貴に僕はすっごく相性よくて可愛がってもらって、うんうん、だからそういうこうダブって考えてたのが大間違いです。だから何を言ってもね、兄貴の感覚で受け止めてくれるというのが大間違いだ。いや、大間違いって何か言うたんですか、ね、それは。あの私はまあ巨人入った時は守備の人だったわけですよね。はい。で打つ方は自信はなかったけども、あの当時レギュラーショートが平井三郎さんちで、教えてくれる人がいないんですよ、コーチに、うん、はいはいはい。平井さんに教わってやっ と当たり出してですね、うん、1年目に3割打てたわけですよ。そうですよね。その時に神様の方が調子が悪い時があって2割だったんです。神様が2割やったんですか。川上さんが、はい。それでその夏場一生懸命こう調整してる時に、今のようなホテルじゃないもんですからね、うん、日本旅館だから見えるんですよ、調整した花がね、ええ、こっちは3割打ってはるわけ。それ黙ってね、先輩らが黙って横になったらいいんだけど、おっちょこちょいでたたたたと廊下伝いに行って、うん、母さんとの目の前ですね、うん、この襖を開けんでも失礼しますも言わずにさっと開けてにたっと笑ったんですよ。誰がなんでそんなことしたんですか。何をしてたんですか。それは親しみを持って言ったお兄ちゃんで、お兄ちゃんという、うん、気持ちで、自分がお兄ちゃんという気持ちで、うん、それでこう一生懸命やってる時、そんなバカな子やるもんですからね、貴様なんか4時かちょっと来たですよ。あ、そうそうそうな。ほんだからえらいきつい言葉言うんだなと思って、お兄ちゃんがね、それで、うん、いや、あのバッティングの勉強をさせていただきますなんて、いや今だったら言いますよ、はい、その時は違った母さんもだいぶ苦労しとんねってこうやっちゃったんですよね。これやっちゃったもんね。それじゃダメなんで、いや飲まれてる場合お前がな、そんな憎たらしい12歳下のやつや。それはね、ずっと気がつかないんですよ、全然気がつかない。それでもう一つ大失敗しとるんですよ。まだしてまんのか、いや、もっぺん整理しなあれ。もう一つこれはまずいなって今でも思いますけどね、はい、その時は思わなかったんでしょ、いや、その時この範囲しか取らないのはいいんですよ、はい、これは自分が上手になればいいんです、うん、ところが僕は4年間本当に下手くそやったんですよ。そこ行かなかったの、球が。でその従って取ってくれないケースがいっぱいあって、でエラーがこう重なってきますよね、自分のエラーとしてですね、で京都の西京極球場で太陽フォレーズ、当時の、はい、今のベイスターズです、はいはい、そうですね。そこでゲームやってね、あの巨人が3点リードして最終回ツーアウト来て、はい、私のところショートゴロが2つ来るんですよ、はい、2つとも見事な暴投ですよ、はい、でツーアウト満塁で青戸さんがですね、はい、出てきて、あの逆転満塁サヨナラホームランを打たれて巨人が負けました。サヨナラ負けよ、はいはい、張本人です。
私が、はい、悪いことしたと心底思って監督と勝利投手伸ばした中尾さんちゅう殴られたんですが、うん、すいませんでした今日はちょっと頭下げてもう一言も口かけてくれませんかあの当時は、うんうん、今だったらそんなことしたら口をかけない人の方が悪いっちゅうんだよね。そりゃそうですよね。昔はそれが当たり前なんですよ、うん、みんなアホらしいってさーっと帰っていくでしょ、うん、で僕が最後一人ポツンとベンチこうやっとったら取材が来ますよ、うん、平尾さん偉いことやりましたねっちゅうからいや本当申し訳ない悪いことしたここでやめればよかった日頃のこの鬱憤が一気に出ちゃったんですね。あのぐらいの卵を取らんのファーストゲット野球できるかいってこういう広島弁でやっちゃったんですよ。この2つですよ。それは出たんですか。出ます。新聞に、すいませんすいませんってお家帰って新聞見たらあの野郎とか書いてあるんですよ。そうです。ずーっとなんてもうどんどん高揚してふっと出たんでしょうな。取れるんですよ。取りゃいいんじゃないかと思ってるのがつい若いから出ちゃったもん。でもさっきそういう教育だって言ったりはするんですか。いや練習では厳しくていいけどゲームだったら試合だったらその努力ぐらいしたらいいじゃないかっていうのがエラーするたんびにこう我慢してるわけですよ。いやごっつい笑ってくれてありますけどそれそれはほんでまあ出たんですね、はい、その後からどないなったんですか。そう川上さんとはそれだからやっぱりこの野郎扱いにくいやつやなって思われたと思います。そりゃそうでしょうね。その時に川上さんがおいお前なんでこと言ったんだよとか言うのは部屋呼んでね説教すりゃいいんですよ。でまあ、しないから気がつかないずっと。それは興奮したんだ。それはしない方が悪いわ。したやねんから10人もしたやね。それ気づくのはいつ気づいたんですか。その新人の時のそれが分かったのはいつですか。活字は分かりますでしょうけど、まあ心底分かったのはやめてからでしょうね。追い出されてからやっぱりあれかなと。OB 会で会うじゃないですか。会いますよ。俺はもうきちっと挨拶しますもん。今はちゃんと。いやあのいつでもそれは先輩先輩で挨拶だけは、うん、それは気持ちはあるわけですね。ありますよ。何にもないですけど全然ないし、うん、いやそれはねすごくいじめられたですよ。だからもう一番ひどいのはそうね知ってる人いるんですから長嶋がね二度僕の時にホームスチールしてきたですよ。同じケースですよ。ワンアウトランナーサードに長嶋サイン出るじゃないですか。サインがないんです。サードコーチ見てもサインは出てないんです。うんだかいやそのね第1回目はねあの別に腹も何も立たなかったです。長嶋っちゅうのは大体サイン覚えてませんから。だからあの頃まあ長嶋で長さん長さんって言って、うんうんうん、相性がね長さんですね、うん、あなんか勘違いして走ってきたな。ここでダーッとホームシュートアウトですよ。アウト長さんアウトアウト。お前何やってるバカって言うとって言いながらベンチ行くよ。笑い話ぐらいで済んだん、うんうん、別に残らないですね。残りませんよ。何長さん何しとんねん、うん、青やなってなもんですよ。翌日ですよ国鉄スワローズ、はい、いい球団があったんですよ。ありました、ね、今のヤクルト、ね、ヤクルトでしたね、はい、であの大投手の金田正一が投げててですね、はい、1点巨人が負けてて長嶋がねツーベース確か打った、うん、でその次の人がバンとしてサード、 サード行ったんです、ね、同じケースワンアウトなんです、はいはいはい、これでこうサードコーチ見たら何にも出てない、うん、でひょっとして同点狙いようなスクイズがあるなと思ってちょっと見ても全然出てないんです、はいはい、これでバッターを抑えたらまた来たですよ走って。アウト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 。それでねこれ僕があのチェンジになった時ねこれはベンチでサインを内緒で出すやつがいるなと思ったんですよ、はい、それは監督しかいないわけですよ、はいはいはい、でそのあくまでも推測ですよ、はいはい、それでアホらしいから言ってバット自分のバットだけ抜いてバカらしいこの役できるか言って帰っちゃった。駒田とちょっと似たようなもうこれ決定的ですね。そうでしょう。でもノーサインでねあの勝手にサイン出して走らすっていうのこれがずっと疑問残ってたんですがあの息子さんがあの親父さんの小説書いた時に、うん、やっぱり当たってたです。あいつは打てんから長嶋に走らしたってサインを出したんですね、ベンチで、うん、でもそれはねだから私はね自分がやったことがいいとは言ってないです。
そういうことを気づいたら呼んで、こういうことは良くない、こういうことはよくいいぞというように、それが教育なんですよ。あーー、黙ってこの野郎いつか締め殺したろちゅうからまた言うてるやろそんな。いやでももう、でもまあそういう気っていうのがあるからこそ、今後の言うたらリーグ優勝から日本一になる気になるわけでしょ。それはあのね、僕はやっぱり誰よりも正しいその生活をして一生懸命やったっていう気持ちが強かったんです自分で、うん、はいはい、それで、ね、普通の人は上手に立ち回って上手に答えを出す人が多かった、うん、でそのそういう2つのタイプがあるわけですよ、うん、上手に立ち回る方と、で自分は、うん、巨人が好きで巨人に入って巨人のために一生懸命やってて、はい、でそのね、ことごとくなんでこの人っていうのはね、あの決して悪口じゃないんですよ、うん、こういうことがあったと言うと聞いてもらわないから、そうだ、いやそれは分かります、ね、公の場合は一時悪口言うたってこんなもんなら僕を読んで言わはったらええだけでバッティングがね2箇所なんですよ、はい、で30分ずつで 5,6 人がこう回し打ちするんですよ、はいはい、あの人25分ぐらい一人で打ちますよ、はいはい、後の人じーっと待ってる、はい、それでふーって行くんですよ、はい、時間が5分しかないでしょ、はい、それで2本で回そうないでコンコンと打っちゃう次の人が入って、そういうことは平気な人、そういうのが僕は大嫌いなんですよ、許せんっていう感じちょっと興奮しちゃったまあ僕そうですよ、僕らも割とそういうとこは許されへんところですよ、うん、それで結局は13年間お世話になった巨人軍を追い出されたんですよ最終的には。で僕は悔しくてね、なんでこれだけやっとる人間を認めてくれないだろうという、うん、でそれの、うん、答えはやっぱり自分の野球を確立して、巨人に勝てばいいんだなと、そこで修行が始まるんです。これね、野球の話じゃないですよ川上監督がおられた時の巨人じゃないですよね、勝ったのは。そうなんです、あれが一番残念なんですどうして。いや、 やっぱりね、偉かったのは、辞めてすぐ評論家なりましたよ、スポニチとラジオ関東一の、うんうんうん、で私はとにかくアメリカに行きますと、はい、でただ野球を見ていくんじゃなくて、勝つための方程式を見つけるまで帰りませんって言って単身行っちゃうんですよ。英語はどうなったの。だからもう一人で行くんだと思ったらね、もうやらざるを得ないんですよ、うんうんうん、でまあ行って、ドジャースが最終的に全部調整してくれたんです。ええ、いやでも行って言ったって今と違いますから、その頃行きました、不安でしょう、ものすごい。いや不安です、もうたまらんですね。向こう行ってすぐ失敗したのは、サンフランシスコジャイアンツのキャンプに行こうと、それでサンフランシスコ行ったらもうそんなもんいない、本体はね、アリゾナのキャサグランデっちゅうとこ行ってるっちゅうんです、うんうんうん、でフェニックス行って、そこからレンタカーでシュッと何マイルで、簡単に言うんだけど、私は飛行機では、フェニックスに着いたはレンタカー借りに行くやり方も知らないでしょ。でなんとなく分かるから、ルートナンバーナンバーを行けっちゅう、それだけですよ、もう。そんなで着いたです。でみんな食事してました、もう。で紹介状持って高校で行ったら、お前もう飯食ったか食わないかっつって言うから、まだ食ってないっちゅうのにイエスノーを間違えて、ほんだら、おいじゃあ部屋でゆっくりせえやってもう腹が減ってるんで精神的に、いや参ったですね。なんか例えば毛抜けるとかそんななかったんですか。もうなんか胃が痛なるとか、あのずっとね、ドジャースは親切ですね、自家用機持ってるんですよ、うん、で巨人がその年キャンプに2度目のキャンプ来た、はい、私はもうボイコットされたですからね。僕がグラウンド行くと、あいつが来たからやめ、練習しないです。ほんで僕がそれはね、言うてよろしい、なんでそんなことなってるんですか。まあとにかくドジャースのキャンプに入れてくれることになって、おまわりさん、巨人は入れてくれなかったんですね。で巨人があれをここのキャンプ場に入れるなってクレームつけた。それだからやっぱり集団の方をやっぱり取りますよ、ドジャースも。で僕は外からモデルから通わざるを得なかった。それで練習、僕は評論家ですから、うん、見る権利もある、議員も行くとやめるんですよ。だからそういうね、あの痛い目にあったっていうのがね、唯一の支えですね。そら
打倒巨人や思いますって。もうね、68歳になったら言ったらええねん、こんなもん。それは悔しい思うわ、それ残りますよ。悔しい思うわ。それでまあ転々としてオープン戦から本番入ってシカゴへ。でシカゴリグリー球場っちってあるで、シカゴカブスの、はい、あそこへ行ってる時に東京でね、僕は合気道やってたもんですから、うん、合気道の友達がポッといたんです、うん、お何してんだお前って言ったら、いやここへ今アパート借りて住んでる、あんたホテルだ金かかるからうち泊まんないやって、その嬉しくてそこで一発で熱が出た、安心しちゃってパターンと熱が出た。めっちゃわかるわ、うん、それで日本のドクターに彼が呼んできてくれて、あんた体弱ってるからね、元気になったら日本に帰った方がいいよって言うんですよ。正直帰りたかった、やっぱりホームシックもかかるしね、子供3人小さいのがいるんですから、うんうん、それでこう水こうやってこう部屋で寝てるじゃないですか、うん、だから弱い気持ちになると涙が出てくる、うん、それでパッとあそこの天井にあの顔が出てくると、うん、あの野郎だって言って、ね、それでもうどうにかブレーキがかかる、はい、子供さん3人を置いて、うん、そっちへ出られた。お年をいくつでした、うん、一番下がね2歳です。ほんならお年は34、5ぐらいですか、そうです、35で引退しましたから。でそっから保証ないですよね、お金の保証っていうのはそんなにはないです。それでお金じゃないですけど、やっぱりそういう不安もありますわな。だからそれを超越してますね、絶対潰すという。すごい、今分かるわ、友達に会って、今まで借り詰めてたのに友達に会った熱で歩いのめっちゃ分かるよな。あれ子供3人よりも浮かんでくる顔があるっていうのはもうありえないですよ。それはありえない、ありえないですよ。子供3人があるからその大きな仕事を辞めるとかいうのはあるかもしれない、そっちは、うん、だけど子供さんに置いてきてでもこう顔浮かんできてこの野郎ってことないですよね。それでまあそれはね、今流だはそうです、はいはい、私の頃育った頃はもうそんなもん負けるかと、いやもう子供家なんかどうなってもわしは行くって言えば。勝負に来た男の話はやっぱりおもろい。残念ながらここで時間切れ。次回は巨人を倒し日本一になった話や。ようわからんかったっちゅう人は図書館へ行きなさい。でもこれ一番僕これ何遍も聞いて悪いですけど、行ってやめるよな、これ。あ、行って見に行こうかなと思ったらやめるんでしょ。やめっちゅうんですもん。来たからやめえって見張りがいるんですよ。要するにバッティング練習なんで、プロ野球界のドン川上監督と折り合いが合わず巨人にも追われ引退した広岡さん、打倒巨人に燃えアメリカに渡ったものの、そこでも難問山積み。そんな広岡さんに思わず鶴瓶も大共感。今日は積年の苦労がついに報われる話、お前ら心してっけよ。単に野球の話ではなく男の生き様やよってにの。でだんだんその向こうのアメリカの野球ですか、はい、それを覚えて確信したっていうのはどのあたりなんですか。一番ね違うのは日本の野球っていうのはエースがフル回転するんですよ、はいはいはい、簡単に言えば日本選手権で南海ホークスの杉浦っていう投手が4連投して4つ勝って日本一になる、はいはい、こういうことはアメリカじゃ考えられないです。そうですね、だから行ってすぐおかしいなと思ったのはね、この人は今日掘ると明日こう順番決まってるんですよ、うんうんうん、そしたら中4日休むと必ずこの人はこう来る順番ローテーション、これがローテーションっていうんです、はいうんうん、これ日本にはなかったんですよ。あれなかったんですか。それまでエースがもういつっても先発リリーフ何でもやっていく。そのローテーションというのは大体何年ぐらい前からローテーションというのは日本でやり始めたのはいつですか。今中4日とかないですよ。だから僕がヤクルトの時に始めたのは最初です。あれ最初だったんですか。最初です。今もローテーションって当たり前ですからね。今ローテーション日本にあるけど、あれは本当のローテーションじゃないです。あれはインチキです。まだ言いましたね。あのね、うん、向こうはもう中4日で必ず回るうち、うん、もう先発ピッチャー5人契約したら6人も7人も取らないです。あ、なるほど、ええ、はいはい。
というのはこの人が働けるという確信のもとにジェネラルマネージャーとか契約するんです。なるほど。だからあなたは先発でいくらで契約っていうの。日本はなんとなく契約してお前先発ちょっと下行ってくれんかって、それで揉めるでしょ。あれはアメリカじゃ理解できない。考えられないんですか。できない。それでこれは先発グループは作るべきだ。それからストッパーが当時いましたから、あストッパーっていうのはこんな素晴らしいやり方だよね。だからみんなで一生懸命あのコンディション作って一生懸命野球をやるっていうのはなんて素晴らしいんだろうっていうのがあの当時目が本当覚めたみたいな、これっていうのはこれや言うたって今度は言うたら監督にならなあきませんわな。もう必死になって帰ってきた。帰ってきて、帰ってきたらスポニチがクビになってました。おもろい人生になりまんな。ほんならもう寝てもまた今度はもう一人の顔とこっちにスポニチが出てくるわけですか。いや それはもう場合じゃない。それもう泣いても始まらんって、はいはい、働かんと食えないからっていうんでサンスポ行くんです。それでそこにね北川部長っていうのが当時運動部長で、うん、それで訪ねていってあの仕事ないでしょうか。それでお前原稿書けたらあの仕事やるっちゅう。あの実は原稿書いたことないんですが、大体評論家には一人専門の記者がつくんじゃないでしょうかと。お前は待ったるんじゃないよこのバカっちって言われてね、うん、この野郎と思ったけど、うん、喧嘩したらまた金稼げんから、うん、それで後楽園行って必ず社に上がってこう書いて、こんなひらがなばっかじゃ恥ずかしいから釜辞典買ってこうやって漢字をこう入れてですね一生懸命嬉しいな。細かいとこまで見せてくれま、うん、見せるとこ見てくれですよ部長、はいはいはい、平和君こんなねまだ原稿のうち入らん、んん20分やるから書き直せって言う。書き直せ。書いとるうちにお前な一生懸命漢字入れてるけど今という漢字ないのが多いから分からないひらがなでいいよとこう言われた時は本当にこんなやろうと思ったですね。それでまあとにかく書いて出すんですよ。ようこの野郎も今な。それで恥ずかしい気持ちが強いから、はい、じゃあ失礼しますって行こうすると座ったらいいひろがってこう来るわけですよ。ほんでこう座ってるとちちと書き直してくれるんですよ。ちゃちゃっともうほんのこんな感じですよ。それでお前読めっちっていうかでこう読んだらね、はい、まさに名文です。そうその通り俺はそれが書きたかったっていうすごい人でんな。そすごい書き屋ナンバーワンですよ当時。すごいなと思ってあの部長すいませんけど一発でこういう文章書きたいんですと。どうしたらいいですかって言ったら、ヒロ君ね物事は何でも順序があってね、しごかれてしごかれて10年って言われたんですよ、うん、で僕は冗談じゃないこんなとこ10年いるかいと思ってるから、うん、じゃあ、 あの悪いですけど私ね1年で勝負かけたい、うん、何なりと注文してくださいって言ったら無理だと。だただ一つ言えるのはいいなと思ったら読んで読んで暗記しろって言われた。暗記が全てなんですよこの野球を教える時、うんうん、この人の教訓がそのまま現場に行ってますよ、うんうん、分かったかいって分かりましたって分かったうちはダメ覚えてるかって自然にさっと出るまでやらなくて覚えろと、ね、覚える。それをその時に仕込まれたんです。それからもう一つねダーッと書いたらね今日は5つポイントがあるんだなって。そうですって言ったらこういうのは文章が3万だから1点だけ選べ、うん、何が最も5つの中で大事かっていう1つ選んでそれを一生懸命書けって言われて書いたので、出したらこれがないヒロ君1点絞りっつってこれが柱であとの2つ4つが入ってくるのは文章になると。あの最初はただ書いただけだって、だこんなんじゃダメだよっていうのがヤクルトで途中で代理監督になった時に一点絞りがパッと出るんですよ。このチームバッティングダメ守備ダメ走塁ダメ、うん、ね日常生活ダメとか、うん、いろんないっぱいあるでしょ、うん、全部一気にいこうとしたらこれはいかん無理やとこれだこの一点絞りは何だった。一点絞りは勝負はバッテリー。その時のその軸は松岡弘ですか。松岡さんの安田。ああ安田、ええ安田や。だから鈴木とか相田っていうのが便利屋で、うん、まあ10日に一遍とか2週間に一遍使われてるピッチャーをお前たち全部先発に回すって言った時はうーって言ったですよ。俺にもチャンスが来たっつって一点絞りや、うん、でもその当時の国鉄っていうかヤクルトはもう本当にもう最下位はヤクルトっていうの決まってたもん。ヤクルトか広島、うん、
今決まってんのはどこですか今は。はいどうぞ。今一番最下位、セリーグの最下位を言いなさい。それは、はい、ホワイトですよ。ホワイトホワイト、そうホワイトです。そうか、まあまあちょっと待ってください。まだあれや、もっと聞きたい。そのんだらまあサンスポで育ててやられたヤクルトから話が来たのはそれからどれぐらいになって。いやその前に広島。あ、45年46年2年契約で広島に。だからコーチで、コーチで買って、はい、それあの監督は根本さんで。あ、その時に根本さんから呼ばれたわけですか。 で、であの松田オーナーが道楽でチームは持ってないと、やっぱりチャンピオンにするために俺はチーム持ってるから、そのような訓練できるやつを呼べと言われたそうです。でさあそっから どこ行くんですか。いや広島の2年間が僕の財産です。サンスポでもらった財産と、広島っていうのは人は必ず育つという哲学をもらうんですよ。で1年目僕はもうね大変でしたよ。いろんな選手預かって、で根本監督っていうのはポジション変えるのが好きで、内野手を育てじゃないで外野を内野、ピッチャーを内野に、これを1、2枚育てっていうから、もう素人がたくさんいたんですよ。で1年間こうやっててどうにもならんから、悪いけど監督この選手だけは外野に返してくださいと。だからもう1年お前契約残ってるからやってくれんかいって、いやこれはダメです、やるだけ無駄だと思いますからって言ったら、契約だから後の責任はわしが取るって言って、あその言葉でね気が楽になったんですよ。うんうんうん、ダメ分かっててもいいんですねという感じで、わしが取るからやってくれから、それやってたら翌年こいつがある日突然ですよ、スワッと上手くなった。法政から来たあの園田ってご存知ですか。園田っちゅう、でこの選手がいつの間にか上手くなった時に、あ人間っちゅうのはそんな差別を持って生まれてないと、ただ答えが出るのを優秀な選手だというのは、この人たち例えば巨人の高橋が素晴らしい外野手でしょ、慶応から入って、はいはい、で他に選手がいるとするじゃない、高橋は答え出すから天才だっていう、これは才能があるのに答え出んからダメだという、そうじゃなくてこれは答えの出し方を知らないだけだっていうのに気がついたんですよ。なるほど。その段に教わったわけです、はいはい、もう手順をうるさいぐらいこう教えてますから、はい、それが暗記したわけですよ、はい、なるほど、もうあなるほど ねこれだと思って、だから答えの出し方を教えることがあのコーチの仕事で。もうじゃあちょっと待ってください、これは別に答えもう答えんでいいですよ。僕が思うには言うたら、巨人はいろんなところからそのもちろん素質と、まあ、そこで答えを出した人たちが集まってきます、はい、別にその発見した人じゃなく、はい、こんなん楽じゃないですか。楽ですよ、それは巨人の体質ですから。だからその上行くのは教育ですよ、うん、だからあそこ今の巨人一回もう一回ちょっとやってみたいですねホワイトタイガーに来ませんかホワイトに、ホワイト入ってください、うちのホワイトに。ホワイトどう思われますか。ホワイトあそこはホワイトですよ、あの理論では野球勝てません、はい、理論を裏付ける技術がないと。ホワイトは技術はないんですか。ホワイトはそこまで持っていく技術努力してないじゃないですか。ホワイトは努力が足らない。足らん、全然足らん。ホワイトってどこですか嫌なこと言うなホワイトや ホワイトはあの一人ね言うたらあのメッツ行きましたからね、ホワイト、うん、あいい選手ですよ。いい選手ですか、ホワイトは、ええ、ホワイトのあの選手は、うん、あれ変身ってことですか、ね、入った当時きちっとやっぱり仕込んでない分遅れたんですよ、うん、うわ、だからどっか素晴らしいところへ最初行っとったらもうとっくにイチロークラスですよ。へえ、足の速さと肩は新庄の方がいいかもから、速さは取ってからの速さ、それはまあね、ええ、新幹線で会ったんですよそんなん関係ない
そうですね。いやそんなことはどうでもよしていやヤクルトヤクルト東の時ヤクルトこれヤクルト入ってるここが巨人倒す話をしたいわけ や, いや監督よりもコーチだったんです。まずはね、はい、あそっか大変かとかなって、それで同じようによし育ってやろうと思って入ったけど、やっぱり育ってる環境でもうえらい違いがあるなって。広島はもう一途にうまくなる、ヤクルトっていうのはファミリーなんですよ。それでシャリムに教えて嫌らそうすると、あの亡くなられたオーナー松野さんあたりはね、広君そんなにねものすごい練習せんでいいよと巨人あってのプロ野球だから、巨人とのいい勝負して負けていいんだからとこういうふうに言われたことありますよ、これほんまそうやで、ほんまやね、いつも巨人ヤクルトに勝っとったやもん。最初から怒るわけにいかんから、ほうでもやっぱり時期が来たら頭に来てね、貴様らそんなやる気ないでとっとと帰るかのバカ野郎って言って、うん、だから帽子取りました、うん、なんて言うかと思ったら、ありがとうございましたって帰ってくる参ったですよ。で僕は妥協しませんでしたから、こうやって集めて、お前たち勝ちたいと思わんかったら勝ちたいって言うんですよ。でお前らプロのユニフォーム着てるけど、お前がプロの選手だと思ってるだけでまだ認められてないじゃないか、認められるには勝たなくちゃいかん、リーグ優勝じゃなくてチャンピオンにならんと歴史に残らんよって言ったら、やっぱり勝ちたいって言うんですよ。じゃあ俺の言う通りやるかって言ったらやるっちゅうから、それで僕は2年半で途中で代理監督になったでしょ。それで竹上と丸山コーチがいまして、悪いけど俺の教え方でこの選手たちずっとやってくれと、そしたら2人がもう言いましたよ、監督人は必ず育つと言われますがこの選手だけは育たんって言った。これが4年目にヤクルトが2位になって、5年目がチャンピオンになった年、その時名勝負ですよ、水谷慎太郎、水谷が育たと言われたんですか。そうなんです、もうあれ絶対ダメだって。もう嬉しかったですよこれね。なんかさっきのね言うたら園田さんですよ、そうです園田さんの例ですよね、ほんなら今やりたいやろな。今やっぱり育て方っていうか、監督コーチや選手にどういう教育するかっていうのを教えたいんですよ。自分じゃ分かってるから、実際にこう見てね、この監督は育てるな、このコーチやるなって、もう本当ちょっと言ってください、この監督はいい監督だなと思うのはどなたですか。いるだからね、もう一時騒がれた野村監督ね、それから今度横浜行った森、これ両方ともキャッチャーですよ。だからこうマスク越しにどうやって騙してどうやって答え出すかっていうのは、それはもうすごい頭してますよ。だからそれは理論なんですよ。だからどうやってやるかって、ピッチャーをリードするピッチャーがその通りの球を投げてこないとダメでしょ。だから技術をとにかく持っていく、それは根気以外ないんですよ。そこが欠けてますよ、あのホワイトさん。ああホワイトそうですね。でも上がってくるんですね、技術はちゃんとすりゃ。上がります、一生懸命根気出しゃ、ホワイトでも上がりますか。上がります、その気になったらね。ホワイトは行きますか。野球以外のことをやる暇ないです、それで嫌われるんですよだからそりゃそうですよね。だから西武行って、はい、ベテランのチームでしたよ、すぐ2年連続優勝したでしょ、はい、あの田淵、東尾とかね、はい、太田拓司とかいて、僕は知らなかったですよ。優勝してね、優勝したらあいつを叩き落とそうっていう合言葉だそうですよそれはね、僕らは普通一般のね、こういう芸能人っていうか、これ芸人ですけども、聞こえてきましたもん。田淵なんか会うじゃないですか、あ監督さんって言って、監督って言いますよ、ね、今でもあの時ね、我々ね、用意どんどん落とそうっていうのを約束してたのに絶対優勝して胴上げしてバーンと離して落としたのと思ってたと思ってた、分かりますかって言ったら、分からん俺はって言って。でもそれ言うてくれるって嬉しいですね。いやもう分かったんです今、今分かってるんですよ。いやあれだけしごかれたのが、もう本当に自分はチャンピオンにもなれた、大英の監督にもなれた、ほんで本当は今田淵がまた監督やると一段上の監督になれるんです。ホワイトに行けええのになホワイトに行け。
ほんだこもう倒した瞬間ですね、今度西武行きました、西武で日本一になった時、あの時やっぱり最初は中日だったですから、その次58年は巨人、いよいよ巨人、これはすっごいゲームでしたね。勝ってて必ず逆転負けするんですよ西武が。さすがにね、バスの中でもう誰一つ声も出れば、シューンってして帰っていった、あのプリンスホテルに、はいはい、これはまずいなと思って、で選手ちょっと集めてくれって言って、それでマイク持ってね、マイク持つとちょっと俺もなカラオケの一つもやりたい心境でなって 言うとちょっとしらけ、あの座がパッとこう柔らかくなったんですよ。それでこの、シリーズは計算通り動いてると、絶対負けないからって、我々はもう次のピッチャーも全部7戦まで用意して、しかもその連中は万全の体制で待ってる、それで練習量から言って巨人には負けない、巨人はもう目先の一緒で決めよう決めようで必ずそこで取りこぼしがあるからって言った時にね、ほーっとして、もう勝てるんだっていう雰囲気で言ったそうですよ。でその通り勝っていくんですよね。でしかしあの本当はね、こういうビデオがあるとね、やられたピッチャー毎日勉強してるんですよ、本当はあの球わしを打つわしを打つって。だから野球から離れてフラフラしとるやつは一人見ないんですよ。なるほど。さあ最後の勝つ瞬間やね、もうあと一人ですわ、ね、もうやっぱりもうあの言うたらね、フェニックスから声かけて行った、それで友達のところでもう、ね、天井に浮かんだあの顔、まあ今監督は違いますけど、あの顔はやっぱ浮かびました。いやあの監督があの人なら我々は本当良かったなと思ったけどね。で、それであの川上さんもね、北里病院に入られたんですよ、うんうん、あのなんか思わしくない病気だっちゅう、うんうん、で優勝して森と2人が見舞いに行きましたよ。おかげさんであの優勝できました、ありがとうございますって言ったら、なんて言われたの、バカ負けりゃいいのにってこう言われた。いいなあそれ、負けりゃいい、お前らいつでも勝てるじゃないかって、フィッターに勝たしてやれってこう言ったのに、あ呆れたですね。でもそれが言えるというから、じゃ嬉しかった。まあどうでしょうね、そのいやこれはね、ようやったって言ってもらえるっていう気持ちでやっぱり2人とも言ってますよ。そんなんようやったって言われたらこれはまあちょっと泣くやろうけども、それよりも12歳離れてまんねんで、うん、そこをよく考えなあれや。バーロお前らいつでも勝てるのに、この言葉はねすごいことですよ。これはね褒め言葉やと思うけどね。いや勝つっていうのは半端じゃないですよ。どないもんそうですよ。その時やっと勘違いしてたはずの兄貴だったものが本当の兄貴っぽくなった感じですね。そうですって。いやこれからまた勉強し直さないと。そりゃそうです。そっちの勉強はだけどね、うん、やっぱり僕はあの人の出会いでね本当に勉強できたと思う。川上さんが、はい、ああいう人と巡り合ってなって僕楽ですよ。巨人で調子をコーチしてはい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 ってやっとればいいんですから、何にもつかんもんないですよ。だから書かされていいものを教わり、うん、教えていいものを教わり、監督して勝たせてもらい、こんなの野球人生ないと思う、ね、今の制度じゃ生まれてくるのが非常に遅いですよ。だからあのスーパースターを離したくなって札束で抑えようとしてるわけです。だけど組織がもっと改善されてね、くれば育つという組織に変えると、スターがどん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 出てきて、ああメジャー行きたい、権利があるんだから行きなさい行きなさいって、成功して失敗して帰ってくるのがプラスなんですよ日本にとっては。だからお子さんたちも少なくなった、だから正しいレールを早く引いて、でこうずっと中学高校学生社会人というレールの中できちっと教えてきたら育つんですよ。今日テレビで会ってどうですか。こういうね女性の前であんまり喋ったことないんで本当、分かってもらったですかね。いや分かったよな。ああそれならよかったな。分かったよな。もちろんですよ。まだまだ聞かせていただきたいんで、これはぜひあの次回ということで。こないね
何のもう包みもなく話しはるの、ないもん。どうもありがとうございました。すごいな、暗記暗記暗記やで。はい、暗記しました。暗記や、もう何でも。いや役に立ちました。またいや、ちょっと待ってな。あ、なんでホワイトって言うんですか。俺はもうキツツキみたいになるわ。ホワイト言うたん、ホワイト言うたん、本当やよな。何ですかこれ。もうこれ絶対井岡さんに出てきてもらいたいわ、もっと。で、野球以外のこと聞きたいわ。あれ涙こぼれるよな、人に会った時にな。あれ分かるやろ、そのなんか分かります。今回はなんか改めて失敗っていうのがおっかなくなくなりました。なんかうまい、結構お話聞いてると失敗したところがあるじゃないですか、うん、新聞社がダメだったとか、うん、でも次の新聞社で学んだことが全部役に立ってるとか。でもそれには忘れちゃいけないのは、これまた一生懸命さですよね。一生懸命やっていれば、どんな失敗があってもそれがすごく役立っていい方向に進むんだなと思いました。分かってるよ。分かってますよ。ほんまそうやで。そうや、失敗は怖ないねや。